はい、録画始まってますよね。はい、キャッチ・ザ・ウェーブの皆さん、こんにちは。このビデオは、国際交流基金トロント日本文化センターのオンライン日本語教師研修のための反転授業の動画として作られたものです。はい、私は講師の村上です。で、このビデオは YouTube に公開していますので、いつでもご視聴できますが、スクリーンショットを撮ったり、音声をダウンロードしたりしても構いません。また、一時停止や早送り、倍速再生なども皆さんのご判断で自由になさってください。このプレゼンテーションは Google スライドで作られていて、この、右上の URL でご覧になることができます。著作権は Creative Commons になっています。ちょっと見えないかな？はい。今見えるでしょうか？はい。下にありますが、Creative Commons になっております。クレジットを入れていただければ、著作権法の引用の範囲を超えて、すべてをそのまま転載などしてくださっても構いません。まず最初にお知らせですが、皆さんにご投票いただいた結果、このグループの名前はキャッチ・ザ・ウェーブになりました。ご提案いただいた鈴木さん、ありがとうございます。日本語教育界の流れ、ニーズをいち早くキャッチし、乗っていく、さらには率いていけたらなという思いが込められているとのことです。個人的には冒険野郎どもに投票したんですが、ちょっと長すぎたかもしれませんね。はい。それでは、キャッチ・ザ・ウェーブの皆様、早速今日の目標です。前回の課題で行動リストを作ってもらいましたが、このままではシラバスはとてもできないと思います。それで今回は行動リストを日本語コースのシラバスにすることを目的にしたいと思います。具体的には以下の3つです。線形モデル以外の学びの例を説明できる。行動リストの難しさを2つの視点で考えて、自分が教えたいレベルを特定できる。そして最終的に、すでに作っていただいた行動リストをレベルを特定した CDS のリストに書き換えることができる。ということですね。CDS というのは、後ですぐ説明しますが、簡単に言うと、皆さんが教えるときの自分のコースの内容の一覧を作ることができるという意味です。では、早速、最初のトピックです。私も含めて、文系シラバスを中心に勉強してきた場合、教える内容をどのように並べるかが気になることが多いのではないかと思います。こういう考え方を線形モデルとかリニアモデルということがあります。一本のまっすぐな道の上を前に進んでいくようなイメージです。一本道では一度通ったところにはもう戻りません。また、左側の写真のように積み木を一段一段積み重ねていくようなイメージを持っている人もいます。これも下の段を身につけないと上に上がれないという意味でリニアモデルと言えます。一方で行動中心アプローチの教科書ではモジュール式になっていてどこから始めてもいいようになっていることが多いです。こうした教科書では何度も似たようなトピックを繰り返しながら上昇していくようなイメージなので螺旋型と言われることがあります。また、非線形モデルの別のイメージとして、有機的なモデルというのを提唱している人もいます。参考文献に入れておきましたが、ケン・ロビンソンのテッドトークがとても有名です。いずれにせよ、授業で習ったことはもうみんなが知っているものとして扱う線形モデルは、もうすでに限界に達しています。工場で機械を作る場合は、ベルトコンベアで流して組み立てることができますが、人間の学びというのは本質的に多様で無秩序なので、そういう考え方には合わないのです。では、ここからは難しさの2つの視点をご紹介します。これをご紹介するのは、すでに作っていただいた行動リストをコースのコンテンツにしていただくためです。同じ学習者が対象の場合、初級の人がいきなり上級になったりはしないので、学習者のレベルを想定しておく必要があります。同じコースのコンテンツの中に、
レベルが違うものがバラバラに入っていると、難しすぎたり簡単すぎたりするからです。ここでは条件と対象の2つをご紹介します。条件と対象というのは、条件と対象というのは、JF 日本語教育スタンダードの Can Do Statements を構成する4つの要素のうちの2つです。Can Do Statements というのは、国際交流機器に限らず、行動中心アプローチのコースデザインなどでとてもよく使われる概念です。日本語では能力記述文と翻訳されていますが、長いのでここでは CDS と呼びます。その言葉で何ができるかを説明した短い文のことで、一つのレッスンの目標になったり、評価の基準になったりします。目標や評価に使うので、文末はするではなくて、できるなどの能力を表す形になっています。行動中心アプローチでは、言語ではなく行動から考えますが、その一つ一つの行動を表した文が、この CDS なんです。文系シラバスで教えてきた方は、それまで、授業の目標や評価基準が、教えた文系が使えることだったと思いますが、行動中心アプローチでは、その文系の代わりにあるものが、この CDS だと思ってください。JF 日本語教育スタンダードでは、この4つですね、条件、話題、場面、対象、行動、この4つが CDS を構成する要素とされています。例えば、ここにある、ここに書いてあるのは、国際交流基金の JF 日本語教育スタンダードの一番簡単な A1 レベルの CDS の一つです。最初の海岸でのゴミ拾いのボランティアをしているとき、はい、この部分がこちらで言うと2番の話題、場面ですね。はい、その次の実際にやり方を示しながらゆっくりはっきりと話されれば、これが1番の条件の部分です。そしてリーダーのごく簡単な指示、これが3番目の対象で、これですね。はい、それを、聞いて理解することができるというのが4番の行動にあたります。2番の話題場面とか4番の行動に関しては、それほど、レベル差に関するバリエーションはありませんので、今日は1の条件と2番の対象を、これに限定してご紹介したいと思います。なお、この後 A1 とか A2 とかいう言葉が出てきますが、これは初級、中級、上級などというように、その外国語がどのくらい上手かを表したレベルです。A レベルが、はい、A レベルが、基礎段階の言語使用者。はい、B レベルが自立した言語使用者。そして、C レベルが熟達した、言語使用者です。A、B、C のそれぞれに1と2がありますので、全部で6段階です。このイラストは国際交流基金の JF 日本語教育スタンダードの資料から引用しています。まず条件についてご紹介します。これは JF 日本語教育スタンダードの A1 の CDS から、能力記述文ですね、その CDS からよくある例を抜き出したものです。モデル文があれば、自分に向かってゆっくりとはっきり話されれば、辞書を使うことができれば、周りの騒音が少なければ、ゆっくりとはっきり簡潔に話されれば。これらは A1 レベルの典型的な例ではありますが、こうした表現があればいつも必ず A1 というわけではありません。例えば、モデル文があっても対象が難しいものだったら A2 レベルや
B1 レベルになることもあります。次に対象について説明します。これは要するに話したり聞いたり書いたり読んだりする内容のことです。ごく簡単な、すみません、ごく基本的な質問、挨拶、感想、自分の国、自分の名前、簡単な定型表現、暗記した短い簡単な定型表現、あらかじめ準備した短い表現、ごく簡単な指示、短い簡単なメモ、定型の簡単なメッセージ、ごく基本的な情報、生活の中でよく見かける、具体的で基本的な事務作業。こうしたものが A1 レベルの CDS に出てくる対象の一般的なものです。これらがあればいつも必ず A1 というわけではなく、先ほどの条件との組み合わせによって A2 になったりすることもあります。さて、対象と条件の組み合わせでレベルが変わると先ほど申し上げました。それではどのように組み合わせれば、例えば一番簡単な A1 レベルにすることができるのでしょうか。ここでは A1 の全体的な尺度というものを3つご紹介したいと思います。これも JF 日本語教育スタンダードの資料から引用したものです。はい、1番目は、具体的な欲求を満足させるためのよく使われる日常表現と基本的な言い回しは理解し用いることもできる。ここではですね、前半が、言い回し、ここまでが全部、対象になっていて条件がないということにご注意ください。例えばトイレはどこですかとかですね、そういう、質問はどんな時でも言うことができて、そこの右側ですとか、などそういう、基本的な言い回しなら、特にゆっくり言ってもらわなくても分かるぐらいのレベルが A1 レベルです。はい、次は、例の2番目です、ここにも条件がありませんね。自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、持ち物などの個人的情報について質問したり答えたりできると。対象としてはですね、自分に近いこと、そして具体的なことであれば簡単になります。はい、次は例の3つ目です。もし相手がゆっくりはっきりと話して助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができる。ここでは逆に対象が、簡単なやり取りだけになっていて、その代わり条件が、もし相手がゆっくりはっきりと話して助け舟を出してくれるならと、かなりたくさんついているわけです。この条件も典型的な A1 の例です。はい、それではここからは、課題の説明です。今週の課題は、皆さんにすでに作っていただいた行動リストを CDS のリストに変えるという作業です。多分 A1 とか A2 というレベルは、まだ皆さんにはピンとこないと思うので、そういう人は A1 レベルの行動リストを作ってみてください。日本語の勉強を始めたばかりの人というイメージです。ただし日本語の勉強を始めたばかりの人には難しい行動ばかりある場合は、もちろんもっと上のレベルに設定してくださっても結構です。実際の作業ですが、まず皆さんの行動リストの中から言葉を使うものを選んでください。一見言葉を使わないように思うものでも、細かく分けてみると、実は表示を見たりしなければいけないこともあります。そういう見るだけの行動もリストに残してください。日本語の初心者には難しいと思ったら、A1 レベルになるように条件をつけたり対象を制限したりしてください。そして文末のするなどをできるなどに変えてください。例えばこれはこのオンライン研修の
以前のコースで出てきた課題にあった例ですが、重要な手紙、そうでない手紙を分けるという、行動の文がありました。これをですね、A1 レベルの CDS に直すときは、辞書を使うことができれば、重要な手紙、そうでない手紙を分けることができるのように、条件をつけて文末を変えれば完成です。また、お弁当屋さんに電話で注文するという行動も、A1 レベルには難しそうに見えますが、周りの騒音が少なければ、ごく簡単な定型表現で、お弁当屋さんに電話注文することができると条件をつければ、初心者にもなんとかなりそうに見えてくるのではないかと思います。それでもまだ難しいと思ったら、さらに、ゆっくりとはっきり簡潔に確認をしてもらえれば、という条件を付け加えてもいいと思います。CDS は慣れないうちはよくわからないと思いますので、もし余裕がある人は他の例をたくさん見るのがいいと思います。ここに2つのリンクがありますが、最初のリンクは村上が個人として作ったものです。ソーシャルメディアを使って日本語を勉強する人のための A1 の CDS です。はい、これは村上が個人として作ったものですから、これが A1 であると国際交流基金が認定したりしているわけではありません。一方で下のリンクは国際交流基金が公式に作ったもので、A1 から B2 までの4レベルの CDS が大量に載っています。これは Excel のファイルでダウンロードしてフィルターをかけると、例えば A1 レベルのビジネス日本語の CDS のみを見たりすることもできます。はい、本日は A1 の CDS を中心にその作り方をご紹介してきました。A2 や B1、B2 などに関しては、本日は紹介する時間がなかったので、すでに勉強を始めている人を対象にしたコースを作るには、こちらの参考資料もご覧ください。JF 日本語教育スタンダードの CDS のリストにフィルターをかけて、自分が開発したいコースの CDS リストに近いものを作ることができます。またそれをモデルにすることもできると思います。なお、フィルターは日本語のレベルだけではなくて、トピックなどでもかけることができます。ですので、ビジネス日本語の B1 レベルなどといった CDS のリストを簡単に作ることができるわけです。僕のブログの方では文字でそれを説明していますが、下のリンクでは実際の操作の画面を録画しています。基本的にはですね、前の週に皆さんが作った行動リストをもとに、CDS のリストを作っていただきたいのですが、JF スタンダードの CDS のリストを見ていると、意外とこんなことも必要だなと思うことがあるかもしれません。日本語のコースにするには CDS の数が足りないと思う人も JF スタンダードの CDS のリストを利用するのはいいアイデアではないかと思います。はい、それでは今回の課題です。今回の課題は先週作った行動リストを CDS のリストに書き換えるということです。カナダ東部時間で10月22日月曜日の午前11時までにご提出ください。日本時間では22日の真夜中、24時になります。はい、まだ、夏時間ですからね、雪降ってますけど。なので、大丈夫です。22日の真夜中、24時までにご提出ください。ですね、さらに2つの参考文献をご紹介したいと思います。一つは、学びの非線形モデルとしてご紹介したケン・ロビンソンのテッドトークです。英語で話していますが、日本語の字幕を見ることもできます。二つ目は JF 日本語教育スタンダードのガイドブックです。この冊子の12ページから19ページまでの間に、6レベルについての説明と、
CDS の使い方などが詳しく書いてあります。はい、それでは本日のビデオはこれでおしまいです。また火曜日にですね、Zoom でお会いできることを楽しみにしております。失礼します。録画の終了がわかりません。あ、こちらだ。はい、さようなら。